レッドのコッカーです。また上桂川の方に来てます。今日はまた、本流に一旦入ってから、寺谷川の方に支流の方に移ろうと思ってるんですけども、まあ、視聴者の皆さんといっても私視聴者少ないんで悲しいことになりそうですけど、ちょっとねご相談がありまして、実は、新しいベイトのロッドを買おうと画策してます。でちょっと、何にしようかっていうのをね今悩んでるんですけども、ターゲットとしては、まあ、今から入る、支流の寺谷川なんかでも使いやすいようなロッドを考えてるんですけども、まあどうなんでしょうね、何がいいのか。まあ、今年出たモデル、去年出たモデル、それからちょっとやっぱり出てから数年経ってるようなモデルいろいろあると思うんですけども、何かおすすめのものがありましたらコメント欄の方で教えてください。いつもはですねメジャークラフトのロッド、グラファイトモデルの 3.8 フィート3フィート8インチのやつなんですけども、それを使うことが多いんですけども、今日はちょっと長めのやつ、まあ、手持ちの、ベイトで一番長いやつになるんですけども、パームスのエギリア、ネイティブパフォーマンスのグラファイトモデル、5.1 フィートあります。これをちょっと使ってます。これがちょっとどこまで寺谷川で通用するかっていうので、ちょっとレッド選びの参考にもなるかなと思ってますので、まあ普段 3.8 使っててそんなに、まあ不都合っていうのはないんですけど、まあ、もうちょっと長くてもいいのかなとは思ってます。まあ、かといって例えば、4フィート10インチその辺いけるのかとか、あとまあ4フィート6インチ3インチぐらいに抑えといた方がいいのかっていうのがちょっと見えてないんで、その辺見極めるにでもちょっと今日はエイリアンの方を使っていこうと思ってます。寺谷川との合流まで来ました。まあ、これからちょっと寺谷川入っていこうと思うんですけど、ちょっとやっぱり増水してて水が多いですね。まあ、ここまでちょっと 5.1 インチのロッドを使ってみてなんですけども、やっぱり38に比べるとやっぱりリリースポイントが変わるからちょっと使いにくいんですけど、まあそれは慣れの問題なんで、あとちょっと気になったのがやっぱりこれぐらい長いと引っかかったりっていうのがね、木に引っかかったりとか、はい、そういうのが起こりやすいんで、そこがちょっと気になるところですね。で今回ちょっと狙ってるのは、グラファイトモデルで、まあ、寺谷川なんかでも使いやすい、ちょっと高いやつですね。大体今まで持ってる竿っていうのが、2万円弱ぐらいの価格帯の竿なんで、もうちょっと高いものを釣れた狙っていきたいと思います。ああまあこれちっちゃいちっちゃいっすね。釣れましたけどリリースします。まあ、ルアーとしてはですね、今これ投げてるのが、ARS なんですけども、ARS の 3.5g ですね。でこの辺はよく使うのと、あと、新規海のですね、ヘビー新規海の中心になりますけど、まあ、D シリーズとか主体に使ってるんですけども、まあ、重量としては、まあARS の場合 2.1g モデルを投げることもあるんで 2g から 5g ぐらいが、よく使うレンジかなと。まあ寺谷川の場合そんな川幅ないんですね。本当 2m3m、 まあちょっと幅あるとこだと 10m15m っていうのはあるんですけども、まあまあどっちかっていうと、まあ、私のイメージでは小渓流になるんですけども、多分ね世の中一般このサイズだと源流になると思うんですよね。だから源流モデルっていう風な売り方してるところがジャストフィットしてくれるのかなと。あ、来た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 。あー、バレた、バラしちゃった。実はねカメラも違うんですよ。使ってるアクションカメラも、インスタ360の ONE RS というモデルの4K レンズですね。それで今撮影しています。はい、まあ、バッテリーね、予備まだ買ってないんで、まあ、どっかで切れると思うんで、まあ、そしたらまあ GoPro 系に変えていこうかなと思ってます。早いな。あ、来た。ああ、バレた。ちっちゃい山子ですね、たまに。せっかくなんで、ちょっと新しいロッドの候補に挙げてるやつをちょっとご紹介していこうかと思うんですけども。まず最初がですね、ちょっと高いです。フィッシュマン、ビームス、ブランクシエラ、4.8 フィートの UL、これ4万オーバーですね。それから、天竜のレイズ、RZ410、4フィート10インチのやつですね、2BUL。それからですね、ちょっと古いモデルになるんですけども、私が大好きな、まあ、バスやってるんで、私、まあ、最近行ってないんですけどね、バスはね、バスやってる頃から好きだったんですけど、本山博之さんのモデルになります、スミスの、BST-EXS45UL、スラ C3。3ピースの UL モデルで4フィート5インチというちょっと短めのやつですね。あとはまあこれ皆さんどうなんですかね、案外使われてる方少ないのかな、ベイトモデルは。ジャクソンの、カワセビラブストティ、KWSM-C411、4フィート、11インチのやつですね、UL。はい、この辺をちょっと候補に考えてるんですけども、ちょっと悩ましいとこですね。長さ的にはね、ビームスぐらいのがいいのかなとは思ってるんですけども、4.8 フィート。あ、来た。これはいい方かな。あー、よっしゃ。おう。何、あなた。あ。あらららら。はい。ウグイでしたね。ウグイ釣れちゃった。リンスします。やっぱりちょっともうちょっと短い方がこういう渓流だといいですね。5フィート超えるようなやつはダメですね。ひょっとしたらちょっと4フィート11とか10インチにもちょっときついんかもしれないですね。カメラを、GoPro に変更しました。まあインスタの方なんですけど、別に熱暴走したとかバッテリーがなくなったとかではなくて、SD の方がフルになっちゃいまして、じゃああんまり大きいのつけてなかったですね。なので、ここからは GoPro で撮影していきます。あ、来た。来たけど、アマゴじゃないんじゃない？あー、でっかいカンブツでしたね。本色出てましたね。バラしちゃった。何が引っかかったのかと思ったら、アユだ。アユ釣れちゃった。はい、リリースします。GoPro がちょっと熱暴走してる間にカワムチ1匹釣り上げてます。オスでしたね。もう混色が出てきてます。やっぱり結構ね、カワムチあれなんですよ、オス、混色というか、はい、綺麗になるんですよね。形も若干ひれとかね、おしゃれになりますし、まあ、ただあんまり釣って楽しいかっていうとそうではないですね。さっきのはもうね、チェイスしてきてバクッときましたね。アマゴかと思ったんですけど違ってました。あ、来た。これもパンチかな。あ、カワムツですね。ほんとカワムツ多い。カワムツ2匹目。今ちょっとね、岩に竿が溶けましたけど、こういうのも怖いですよね。実はね、去年、これじゃないんですけども、パンプのスピニングモデル、5.3 フィートのやつ、岩に引っ掛けて折ってるんですね。まあ、ほんで修理というか、新品持って戻ってくるだけですけどね。はい。修理に出したんですけども、まあ、それでちょっと1万ちょっと、出費しました。なんで、そういう意味ではちょっとやっぱり、あんまり長いと、そういうトラブルも増えるので、できれば、径に合った長さを選びたいところですよね。まあ、川のね、規模とルアーの重さで決めていくしかないんですけどね、結構ね、ルアーの重さってちょっと要注意で、メーカー表記ありますよね。あれね、結構当てにならないこと多いんですよね。それは別に有名無名メーカーあんまり関係ないです。有名メーカーのものでも全然違ってた。3.5g って書いてあるものに 3g ぐらいしかなかった。そういうことは多々あるんで、実測した方がいいです。実測して、ルアーの重さ知っておくっていうのも結構大事ですね。まあ、渓流の場合はですね、まあ、そんなにあんまり神経質にならなくてもいいのかもしれないですけども、まあ、とはいえね、ベイトフィネスになってくると、やっぱり 0.5 グラム、0. 何グラムっていうところで、やっぱりキャスタビリティとか変わってくるんで、本当の重さを知っておくっていうのは結構大事かなとは思います。まあ5時もう過ぎたんで、もうちょっとしたら体型しようと思います。まあ今日はそんながっつりやるつもりで来てないんで、まあ本当は釣りたいんですけどね、いっぱいね。まあ本音を言えば、もっと釣りたいです。体型してきました。今日のまあ釣果としてはアマゴ1匹、それから、アユがまあ釣れましたけども、あとカワムツ1匹という形で、まあ、ちょっといまいちなんですけども、まあ、本来の目的が、新しく買おうとしてる、ベイトのロットですね、それを見極めるっていうのがあったんで、やっぱりこれ今日 5.1 フィート持ち込んだんですけども、これだとちょっと寺谷川の希望だときついですね。もうちょっとやっぱり、短い竿の方がいいっていうのが分かりました。まあ、これをちょっと参考に、買う竿の方を選んでいきたいと思います。本日はご視聴ありがとうございました。